自衛隊の海外派遣。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は自衛隊の海外派遣の場所と経緯を押さえていきたいと思います。安全保障と国際貢献に密に関わってるからね。こんな流れですか。1991年自衛隊法99条から2009年の海賊対処法までを細かく見ていきます。自衛隊の海外派遣の契機となったのはこの湾岸戦争やな。じゃあ湾岸戦争の内容見ておこう。場所は中東イラクの話。イラン・イラク戦争でイラクは債務を返済できずに経済が行き詰まっていました。イラクは考えるわけですよ。当時のフセイン大統領、オペックの国々をみんなで石油を高値に統一しよう、そうして西洋諸国に高値で売りさばいて一儲けしようではないか。オペックは石油輸出国機構やろ。石油輸出国の利益を守ることを目的として結成されていたもの。みんなで足並みを揃えて石油を高値で統一すれば儲かるじゃねえかという提案に対して、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェートがオペックの決定量以上に増産をしていました。サウジアラビアはオペックの決定に表向き従っています。フセインの指摘を受けて国としては増産量を減らしたんだけど、サウードっていう石油王がじゃんじゃん採掘してね、売りさばいてたみたいです。アラブ首長国連邦は石油増産を一応収縮しましたが、クウェートやクウェート、何の対策もせず欧米に石油を安く売って儲けていました。これに対してフセインがブチ切れます。これが湾岸戦争、1990年から91年。喧嘩売ってんのかてめえということで、イラクのクウェート侵攻が始まります。クウェートは欧米に安く石油を売ってたわけですから、欧米の皆さん助けてくださいというわけでしょ。そうしたらアメリカを中心とした多国籍軍がトゥーと現れて、イラクのサダムフセインに対する攻撃を加えます。国連でも多国籍軍の武力行使を容認する決議が出され、このイラクのサダムフセインに対して武力制裁が加えられます。もちろん日本は憲法9条がありますから、お金を拠出するという形。日本は援助額として90億ドルやで、約1兆2000億円も拠出したんだけど、けど意外な国が反発してきます。アメリカなんですよ。日本は金だけは出す、人的貢献がないのはいかがなものか。これよく例え話でね言われるのが、町内会でね、もし川掃除をしようって言った時に、みんなが若い衆出そうぜ言うてさ、アメリカ君からはこんだけ、イギリス君からはこんだけって言って人を出してるのに、日本の場合はじゃあごめん、これ100万円出すからみんなでこれでうまい飯でも食うて言って川の掃除手伝わないみたいなイメージなんです。まあ、実際にこの湾岸戦争っていうのは多国籍軍が圧勝して、クウェートは議会で感謝決議というのを出します。アメリカさんありがとう、イギリス君ありがとう、フランス君、ドイツ君、オーストラリア君つって名前出していったのに、日本の名前はなかったんです。約1兆2000億円の拠出のうち、クウェートに入ったのは約6億3000万円、1兆790億がアメリカに渡っていたみたい。この日本が拠出したものがアメリカにほとんど渡ってたっつうのもね、このアメリカが批判するのもどうかなと思ったりもしますが、どっちにしても湾岸戦争で日本はどえらい恥をかいたということになります。人的貢献がなければ国際的に評価されないということを知った日本は、1991年に初めて自衛隊をペルシャ湾に派遣します。自衛隊法99条を根拠とした政令によって派遣したからな。自衛隊初の海外派遣だというところを押さえといて。これ何の仕事で行ったかって言ったら、これペルシャ湾が左の地図ね。ここで機雷の除去って言って、機雷っていうのは地雷の海中板ってやつやな。ちょっとこれ船に引っかかったらボーンと爆発する爆弾です。これを除去しに自衛隊がペルシャ湾に派遣されました。当時の海部俊樹首相は、武力行使の目的を持つものではなく、憲法の禁じる海外派兵には当たらないというふうに答弁をしています。そして翌年には PKO 協力法、こちらが制定されるわけです。日本の自衛隊も国際貢献すべきとの議論が高まり成立したもの。ピースキーピングオペレーション、国際平和維持活動って言って国連が主催してるものな。国連平和維持活動に参加するには5つの原則が揃ってないとできません。これが日本の自衛隊の原則なのな。まずは A 国があって、この中で内戦が行われていたら派遣ができません。まず1つ目の条件、停戦合意がなされているということ。民族紛争であろうが宗教紛争であろうが、停戦合意がなされているということが大事。そして2つ目が、人のお家に入る、人の国に入るわけですから当事国の同意が必要です。そして3つ目が中立公平。もちろんそうやんな、片っぽの方もおったらさ、片っぽの民族怒るし、また民族紛争の火種になりかねへんから中立公平であるということ。そして何よりも武器の使用は必要最小限、自分の身を守る時のみしか使えない。最後に1から3が崩れれば撤収か中断ってやつ。この5番目だけは日本独自のものと言われています。 PKO 参加5原則が整ったら日本の自衛隊も海外に派遣できます。初めて PKO 協力法によって派遣された場所はカンボジア。むっちゃ大事ね。もうカンボジアはめちゃくちゃええ国やから、ぜひ一度行ってほしいなと思うんです。ミックスジュースがむちゃくちゃうまいからね。まあそれはさておき、何しに行ってんっつったら、停戦監視や地雷撤去、道路の舗装整備などを行っていますよね。
国連平和維持活動に参加してるから UN って見えるでしょ。ユナイテッドネーション、国連平和維持活動に初めて参加したのはカンボジア。確実に押さえておいてください。 PKO 協力法によって派遣された場所、絶対押さえとかなあかんねん。最初がカンボジア、その後モザンビークって言ってアフリカ大陸に派遣されて、停戦監視とか選挙支援を行っています。1996年にはゴラン高原、戦力引き離しのために。2002年には東ティモール、スハルトの抵抗、騒乱へ対応するため。2007年にネパール、2008年には南スーダン、2010年にはハイチに大地震で倒壊した建物の瓦礫撤去、道路の補修のために派遣されています。地図で絶対見といてね。カンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、ネパール、南スーダン、ハイチでした。その中でもゴラン高原と南スーダンをちょっとピックアップしておきたいと思います。ゴラン高原は2014センター本誌で問われていて、場所どこっていう問題やねんけど、ゴラン高原はシリアとイスラエルの間ぐらいの場所にあるのがゴラン高原な。ここやで。ここで PKO 協力法に基づく戦力引き離しなどを行っています。もう一つは2011年に南スーダン共和国が成立したという点を押さえとこう。北スーダンと南スーダンではもともと宗教的な対立があったから内戦が続いてたんだけど、アメリカの後押しもあって独立が成功します。2012年に PKO 協力法によって自衛隊が南スーダンへ派遣されました。パン・ギムン国連事務総長による南スーダンへ自衛隊派遣要求があったから、インフラ整備、停戦監視のために行ったんだけど、結構治安が悪くてね。自衛隊の日報問題。南スーダンに派遣されていた自衛隊の日報には生々しい状況が記されていた。爆発音、約150人死傷者が発生の模様、戦闘が正規した模様との文言があったと。日本は憲法9条で自衛以外の武力行使が禁じられており、海外に派遣された自衛隊の活動が憲法の枠内であることを担保するため、PKO 参加国原則があったんだけど、この日報を隠していたのではないかと、そんな問題が明るみになったということです。さあ、ここからは少し話を変えて、2001年のアメリカ同時多発テロですね。湾岸戦争もアメリカ同時多発テロも細かい内容ね、概要欄また載せておいたので、見ておいてください。この同時多発テロを受けて、2001年アフガニスタン戦争、2003年イラク戦争が開戦されます。そこで日本は国際的貢献を果たしたいということで、2001年テロ対策特別措置法。特別措置法っていうのは略して特措法って言われて、時限立法。時限立法っていうのはね、時限爆弾みたいなの言うでしょ。時が来たら爆発するんですよ。なので期間限定の法律ってこと。現に2010年に執行してアフガニスタンの民主支援へ転換していきますからね。さあ、制定当時はアメリカ同時多発テロとアフガニスタン戦争を受けて、自衛隊がインド洋で給油活動など米軍の後方支援を行ったというものです。インド洋ってここだよね。もう少し拡大するとここ。アメリカの戦闘機がインド洋から飛び立ってアフガニスタンに攻撃を加えるわけでしょ。そのインド洋でプカプカ浮かんでる米艦船に対して給油活動を行うっていう仕事を自衛隊がしました。ってことはやで、日本が給油した油が使われてアフガニスタン戦争で人が殺されているってことは、日本の油が戦争に使われたのではないか、間接的に戦争に関わってるのではないかって議論がなされたんだけど、当時の小泉政権の時には国際貢献という形でこの活動が行われています。2007年にこの法律は執行し、2008年に補給支援特措法になったが、2010年に執行という形になっています。テロ対策特措法でインド洋での給油活動。続いてイラク復興支援特別措置法。こちらの方はイラク戦争を受けてです。なので2003年ね、イラク戦争を受けて自衛隊がイラクの非戦闘地域で人道復興支援を行うっていうことですが、自衛隊が活動したのはこのサマーワ地区っていうところね。じゃあ非戦闘地域って何をもって非戦闘地域なのと。むちゃくちゃ治安危ないよ。当時の小泉内閣総理大臣に対して野党から同じ質問があったんですが、小泉内閣総理大臣は自衛隊が活動する地域は非戦闘地域なんだ、自衛隊が行ってるってことは戦闘が行われてないってことなんだというふうに答弁をします。すごく曖昧な発言だったんで、これは印象に残っていますが、とにもかくにもイラクの非戦闘地域に自衛隊が派遣され復興支援活動を行っています。絶対に区別しといてほしいのが、アフガニスタン戦争からのテロ対策特措法、インド洋に派遣、イラク戦争からのイラク復興支援特措法、そしてイラクの非戦闘地域への派遣。必ず区別しといてな。ここごちゃごちゃってなる人多いんでね、特措法でごちゃごちゃなりがちですので注意しておきましょう。そしてラストが海賊対処法。2009年、ソマリア沖の海賊対処法ですね。ソマリア沖では海賊が出没していると。海賊ってどんなイメージあります？こんなの？それともこんなの？いやいや、こんなんちゃうよ。もっとリアルで怖いです。機関銃をぶっ放してくるわけですよ。こんな感じです。2008年に日本のタンカー高山が海賊とみられる不審船に銃撃を受けたので、護衛とか警戒監視のためにアデンワに派遣されています。2011年にはジブチ共和国に対して恒久的な自衛隊初の海外基地まで建設されてますからね。最後に地図載っけておきました。いろんな地域、世界中各国に自衛隊が派遣されている様子がわかるよね。
特に先ほど紹介した PKO 協力法で派遣された場所を押さえておくのはもちろんだけど、最近では国連の関与しない国際連携平和安全活動っていうのに参加できるようになってエジプトに派遣されています。しつこいようですが、根拠となる法律と場所ね、1991年自衛隊法99条によって政令でペルシャ湾、これは初やな。1992年 PKO 協力法でカンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、ネパール、南スーダン、ハイチ。2001年のテロ対策特措法でインドよ。2003年のイラク復興支援特措法でイラクの非戦闘地域。2009年の海賊対処法でアデン湾周辺、ソマリア沖に派遣されています。ここめっちゃ大事でした。自衛隊の海外派遣場所は必ず法律セットで押さえておいてください。今日はここまで。